麻酔銃で、うん、おっと弾かれちゃいました。弾かれましたけど、ヘルメット当たりましたね。今ヘルメットをかぶってると麻酔弾が貫通しないので、はい、弾いちゃいます。やっぱりね、デコイという兵器で、これ今日は新しいデコイですね。おお、これは、まあこれは PT のリサ。リサ、お前どこまで、どこまで出てくんねん。本当ですよ、そんなに恨みあんのかみたいなね。初めて見ました、はい、出ました。敵もちょっと怪しんでますんで、その間にちょっとホールドアップ無線機兵危ないんでね。あ、こいつは全然怖がらない、怖がらないですね。まあ、真っ昼間なんでね、今ね。あ、まあ、ちょっと向こうからも見てますね、敵が。ちょっと撃たれてますけどね、はい、じゃあちょっとお取りを使って、おばちゃん、おばちゃん3連発、ワン、ツー、スリー、おばちゃん、スリーおばさん、3人のおばちゃん、おばちゃんのトリオですね。おばちゃんトリオ、くんくん言うてますよね、レッツさん。まだ声聞こえますね。聞こえますね。これを見捨てるのか、レッツ。ついてきてる、ついてきてます、ついてきてます。レッツさん、かわいい、なんか言うてるよ。ちょっと残念、まあちょっとね、やっぱミッション中なんで、はい、はい、これね、まあドローンでどうかな、このアイテムどうかな、う、気に入ってくれるかな。ちょっとおばちゃんで、でしょ、おばちゃん、気に入ってくれました。本当ですか、おばちゃんでもよかったと。気に入ってくれました。僕やったら嫌ですけどね。いや、僕だって嫌ですよ。まあそのうちに行きましょうか。じゃあレッツさん、今のうちです。ですね、クバイかなり重装備で、まあ、身を包んでまして、はい、体力もかなりありますので、ね、直接戦うのは、うね、手強い敵なので、まあ、さっきのおばちゃんをまた出して、違う使い方をしたいと思います。おばちゃんの違う使い方、崖口に立ってるんでね。レッツ大丈夫かな、これな。レッツ大丈夫かな。まさか、よかったですよ。さすがは、そんなおばちゃんの押し出しがあるんですか。まあ、おばちゃんアタックですね。おばちゃんの声、怖いですからね。いいですからね、おばちゃんね。はい、もう一人いましたんで、今度は、左手のアームの機能を使います。お、すごい。おばちゃん揺れてる。おばちゃん割れました。ロボットアームがスタンです。